回はクリスマスをテーマにしたネイルアートをしていきます。まず今回メインとなってくるのがフレーム型の、ノーストーンパーツというジュエリーネイルのパーツを使っていきます。使いたい角度で、今回はまっすぐ使いたいので、この状態でハートの R 型に置いていきます。この上にプッシュしてカーブになると思います。そしてこの位置に配置したいと思います。これをまた上の面を下にまっすぐに置いて、上から押していきます。これはこのまま乗せてもカーブをつけてもどちらでも結構です。サイズが小さい場合はカーブをつけずにそのまま乗せていただいても構いません。仮硬化した状態でこの上にクリアジェルを塗っていきます。先ほど R 型で曲げました小さいスクエアパーツもこの上に乗せていきます。リトルプリティシリーズのトナカイをこの位置に乗せていくので、のり代わりにこれをサイド部分に乗せていきます。カーブがついたところで大丈夫ですが、オレンジウッドスティックの方が簡単に R をつけていきます。バランスもよく動きが出てきます。クリアジェルを乗せていきます。